イーブ、たまには外に出たいんだけど。外なんて行かない方がいいよ。必要なものは何でもイブが買ってくるし。こんな生活もう無理。気が狂いそうだ。誰か助けてくれ。レイナの部屋。今日は何の日でしょうか。俺たちが付き合って半年記念だろ。ここ数日ずっとイブがそう言ってるじゃないか。うん、そうね。正確には半年と10分39秒が過ぎたところよ。よし、これでまた新しい両太コレクションができたね。同棲してからだいぶ見慣れたとは言っても、自分の写真を見せつけられるのは気持ちのいいものではない。それに壁一面の写真はまだほんの序の口だ。付き合ってまだ間もない頃のこと。あれ、イブどうしたの。そろそろ出てくると思って迎えに来たんだよ。そっか、ありがとう。次の授業一緒だもんな。でもイブの家からは遠回りじゃない。だってリョータとずっと一緒にいたいんだもん。かわいいな。この日からイブは俺と片時も離れようとしなくなったのだ。大荷物だね。今日から一緒に住もうと思ってさ。イブ、リョータのために何でもするよ。ちょっと強引だけど、可愛いしまあいいか。てか念願の彼女と同棲だ。ああイブごめん、ちょっと電話出るね。ダメだよ。え、これからリョータはイブのことだけ考えてほしいの。だから電話は無視して。それはちょっと、イブのことはもちろん大事にするけど、友達との関係も大切にしたんだけど。イブはリョータのことだけ考えているのに、リョータがイブのことだけ考えてくれないのはとっても悲しいよ。それって浮気じゃないの。男女なんて関係ないんだよ。イブはリョータの一番でいたい、相思相愛だと思っていたのにひどいよ。わかった、そこまで言うならわかったから。友達とは電話しないよ。ありがとう、約束だからね。それからというもの、イブは俺のバイト先にも勝手に連絡して。ああすみません、リョータは今日でバイトを辞めさせていただきますね。では失礼します。これでリョータはずっとイブと一緒だね。こんな調子で半年間俺はイブに束縛され、他の人と会話をすることも許されない状態が続いている。リョータごめんね、お法事でどうしても実家に帰らなくちゃいけないの。2日間だけなんだけど、離れるの辛すぎるよ。本当にごめんね。あ、大丈夫だよ、気をつけて行っておいて。今のうちに逃げなきゃ。ありがとう、リョータは家から出ちゃダメだよ。じゃあ行ってきます。とはいえ完全に逃亡したらイブは発狂しそうだから、とりあえずイブがいない間だけ実家に帰省することにした。あれ、リョータじゃない。元気ないけどどうしたの。よーリサ、久しぶり。なんでもないよ。嘘だ、幼馴染の私は騙されないよ。リョータは嘘をつくときに左目がピクつくからわかるんだ。こういう何気ないやりとり久しぶりでなんだかホッとするな。そうだ、今日はうちでご飯食べていきなよ。リョータの両親これから出かけるらしいし。え、マジか。そういえば親に連絡してなかったな。でも急に悪くない。リョータならいつでも大歓迎だよ。それにたまたま今日はうちの両親もいなくて暇してたんだ。リョータの好きなハンバーグ作ってあげるからさ。そっか、それなら遠慮なくお邪魔しようかな。ハンバーグ焼けたよ。それにリョータの好きそうなもの適当に作ったから食べてね。さすがリサ、俺の好みよく知ってるね。さりげなく気が利いて、これはいい嫁さんになるな。そりゃ生まれた頃からずっと一緒だと大体わかるようになるよ。うん、それもそうだね。リョータ久しぶりに笑ったんじゃない。うん、あ、最近リラックスできてなかったからな。今日はリサに会えてよかったよ。あー、もうずっとこのままここにいたいな。翌日の早朝、俺はイブにバレないように自宅に戻った。あー、リサが彼女だったら何も心配いらないのにな。ただいま。あー、イブお帰り。リョータ、なんで約束破ったの。私以外の女と一晩一緒に過ごすなんて最低。なんでそれは。浮気だね、ひどいひどいよ。イブはリョータを愛しているのに。そっか、ごめんね、イブの愛が足りないからこんなことになるんだよね。わかったよ、リョータのためにできることは何でもするよ。イブ、命だって惜しくないもん。その日を境にイブは俺を自宅に閉じ込めた。
唯一の社会とのつながりだった大学がオンライン授業になってしまった。また逃げようと考えているの？そんなわけないだろ。ふーん、左目がビクついているけどな。亮太、ご飯できたよ。この前あの女が作ったメニューと同じだよ。イブが料理した方が数百倍美味しいことを亮太の胃袋に覚えてもらおうと思ってね。もうそこまでされると食欲が全く湧かないや。どうしたの？残さず食べてくれないとイブ安心して眠れないよ。亮太の健康がイブは一番大切なのに。わかったよ。いただきま。イブ、たまには外に出たいんだけど。外なんて行かない方がいいよ。必要なものは何でもイブが買ってくるし。こんな生活もう無理。気が狂いそうだ。誰か助けてくれ。はあ、また憂鬱な一日が始まる。あれ？イブがいないぞ。買い出しにしても俺に手帳かけないで出かけるなんて珍しいな。な、誰だ？あ、リサ、どうしてここに？亮太、安心して、助けに来たの。一緒にここから出よう。え、でもイブが。大丈夫よ、私を信じて。さあ行こう。こうして俺は数ヶ月ぶりに外の世界へ出られたのだった。その後俺はイブに怯えていたが、なぜかイブが俺の前に現れることはなかった。リサのおかげで平穏な日常を取り戻せたのだ。そして数年後、婚姻届出すの緊張したな。でもあっけなかったね。これからよろしくね、旦那さん。こちらこそ。リサは最高の嫁さんだよ。亮太の幸せが私の一番の幸せだよ。え、うん。ちょっと待って、この感じに覚えがあるぞ。亮太が心から助けを必要とした時に私は助けに行くべきだと思ったの。そのタイミングであの女が油断してくれてよかった。あの女ってイブのことを知っているの？リサに話したことなかったはずなのに。もちろん、亮太のことなら何でも知ってるよ。でね、亮太が好きな人なら私も愛さなきゃって思ったの。だけどあの女はやりすぎだよ。私の亮太を苦しめるなんて決して許されない。ちょっと待って。じゃあイブは今どこで何を？亮太を大事にしない女ならいてもいなくても同じだと思って。お待たせいたしました。かわいい。私たちは高校の同級生。卒業したいまでもたまに集まって女子会をするほど仲がいい。やっぱり女子同士が最高に楽しい。ところでさ、リサ、彼氏できたって本当？え、そうなの？どんな人なの？年上？年下？うん、ついにね、3つ年上の人だよ。うわー、いいな、年上彼氏か。レイナも付き合って長いよね。そうだね、そろそろ4年かな。結婚の話もたまに出てくるよ。早い子たちはもう結婚してるもんね。確かに最近結婚ってワードはよく聞くな。この前も会社の子が結婚したって言ってたし。毎日仕事に追われて、休みの日は自分時間満喫したり友達とお茶したりであっという間に過ぎていくから、恋愛してる余裕なんてなかったな。ねえねえ、誰か紹介してよ。合コン開いてさ、イブも一緒に行こうよ。え、ああそうだね、行きたい行きたい。男の人と付き合ったことないし、普段仕事でしか話す機会もないのに、合コンはちょっとハードル高いよ。え、どんな会話するの？好きなタイプとか？付き合ったこともないのにタイプなんてわからないよ。さすがに恋愛経験ゼロではまずいと思い、帰宅後すぐに対策を調べた。恋愛経験を積むってどうしたらいいの？やっぱり誰かと付き合うしかないのかな。とりあえず恋愛経験値と。何これ、レンタル彼氏？私は興味本位でサイトを覗いてみた。彼氏をレンタルできるんだ、すごい。私は食い入るように画面を見つめた。レンタル彼氏の活用方法は様々で、単純にデートしたいという人もいれば、ただ友達として楽しみたい、男目線で服を選んでほしい、人生経験豊富な年上の人とお話ししたいなどあるようだ。あった、彼氏一覧と。この辺の地域の人たちは、あれ、この人。登録されている彼氏一覧の中に、ずっと昔に片思いをしていた男の子に似ている人がいた。
年が違うので絶対に違うと分かっていながらも惹かれる気持ちがあった。いきなりデートするのはちょっと緊張するな。でもこのまま何もしなかったら経験値ゼロのまま合コンに行くことに。もしデートがダメでもお金で割り切っている関係だから後引くこともないだろうと、金額はちょっと高いが、しばらく悩んだ末に思い切ってデートしてみることにした。デート当日、サイトに載っていたおすすめのデートプランで一番難易度の低そうなカフェでお茶をすることにした。この駅で待ち合わせで会ってるよね。ああダメだ、緊張してきた。こんにちは、イブさんですか？はい。現れたのは私がレンタルしたリョータさん。しかし画面で見るよりもはるかにかっこよくて驚いてしまった。今日はよろしくお願いします。こんな可愛らしい人とお茶できるなんて嬉しいです。そんなこちらこそよろしくお願いします。私たちは歩きながらカフェに向かった。緊張マックスの私とは対照的に、やはり慣れているのか会話もスムーズだし、私の欲しい言葉をくれるというか、興味のありそうな話題を振るのがとても上手くて退屈することがなかった。ここだね、さあどうぞ。ありがとうございます。こっちかこっちか迷うな。どれで迷ってるの？このフルーツたっぷりケーキかレインボーパフェで迷ってて。じゃ俺がどっちか頼むよ。そしたら2つ食べれるでしょ。え、でもそれじゃ悪いよ。それ俺も気になってたんだ。それに今日はイブちゃんの喜ぶ笑顔が見たいんだ。わかった、ありがとう。さあ、かわいい。ほんとだ、すっごくかわいいね。だよね、こんなかわいいケーキもったいなくて食べれないよ。うん、ケーキもかわいいけど、はしゃいでるイブちゃんがすごくかわいくて。そういうのはいいから食べよう。雑談しながらケーキを楽しみ、お店を出た後は街をブラブラと散歩して、気になった雑貨屋に入ったりして時間まで目いっぱい楽しんだ。もう時間だね。今日はありがとう、とっても楽しかった。俺もだよ。イブちゃん何しても可愛いからずっとドキドキしてたよ。またデートしてくれる？もちろん、デート楽しみにしてるね。またね、イブちゃん。楽しかった、楽しすぎた、どうしよう。一回だけのつもりだったのに、またデートしてくれるなんて言っちゃったよ。でもきっとあんなの社交辞令だろうし、やっぱりやめとこう。しかし何日経ってもりょうたくんのことが忘れられず、気づいたらレンタル彼氏のサイトでりょうたくんの画像ばかり見つめていた。あと一回だけ、またって約束しちゃったから、これで最後にしよう。そうして私はまた亮太くんをレンタルした。しかしこれが私を破滅させる第一歩となっていた。イブちゃん、今日もありがとうね。亮太くんに会いたかったから。うん、俺は嬉しいんだけど、イブちゃん無理してない？今日だってすごく高いお店だったし、ショッピングでいいもの買ってもらっちゃったし。大丈夫だよ、りょうたくんは気にしなくていいの。え、そう？最近頻繁にレンタルしてくれるから心配になっちゃったよ。りょうたくんは優しいね。でもりょうたくんの時間は全部私が欲しいんだ。だから頑張るよ。完全にりょうたくんにハマった私は、彼の予約時間を可能な限り買い尽くした。他の女とデートなんてさせたくない。レンタル彼氏の掲示板を毎日チェックし、りょうたくんへの書き込みを探した。りょうたとのデート最高だった。いつも優しいからほんと好き。誕生日覚えててくれて、プレゼント用意してくれてた。すっごく嬉しい。最近予約がなかなか取れないんだけど、ほんと人気すぎ。りょうたは仕事だから優しくしてあげてるのよ。そんなの社交辞令に決まってるでしょ。そりゃそうよ、私だけのりょうたくんだもん。他の女には渡さないわ。りょうたくんは他の女に取られたくない、他の女に見てほしくない。私はこんなに愛してるのに、一体どうしたら。そうだ、邪魔な女どもを排除してりょうたくんが私と結婚してくれればいいんだ。私は以前尾行して調べておいたりょうたくんの家を見張ることにした。りょうたくんがレンタルされデートしているのを尾行し、帰る時に女の方をさらに尾行した。
そして女の家が分かったら嫌がらせをたくさんした。玄関に張り紙、郵便受けにレンタルするな、インラー女など罵詈雑言を書いた手紙やゴミを入れた。これでいい。これで誰も亮太に近づけさせない。亮太くん、今日もすごく楽しかった。ありがとう。あ、うん、俺も楽しかったよ。イブちゃん、実は大事な話があるんだ。え、本当に？私も話したいことあったの。どうしよう、今行っちゃおうかな。あのね、亮太くん、レンタル彼氏なんてやめて私と結婚しよう。え、ちょ、どういうこと？だって私と結婚すればレンタル彼氏やめるでしょ。そうすればずっと私と一緒にいられるよ。ちょっと待って、俺はイブちゃんと結婚する気はないよ。レンタル彼氏も辞めるつもりはない。え、どうして？お金に困ってるなら私が稼ぐから大丈夫だよ。お金の問題じゃないから。それに俺からの話はもうイブちゃんとは会えないってこと。え、どうして？イブちゃん、俺の他のお客様に嫌がらせしてるでしょ。会社にお客様からの苦情が来て調べてみたら防犯カメラにイブちゃんが映ってたんだ。だからもう会えない。会社から禁止されてるからね。そんな、あれは亮太くんのためにやったんだよ。他の女が邪魔だと思って。俺がいつ邪魔って言った？大切なお客様に迷惑をかけてお前の方が邪魔だよ。亮太くん、そういうわけだから会うのは今日で最後だから。今までありがとうございました。それじゃ。待ってよ、亮太くん、もうそんなことしないから、謝るから。必死に追いかけるも亮太くんに追いつくことはできず、私はその場で泣き崩れた。後日亮太くんをレンタルしようとしたが、アカウントが削除されていて、レンタル彼氏の会社からも警告メールが来ていた。今後他のお客様に迷惑をかけたり被害を加えた場合、警察に連絡し被害届を出さなければなりません。今後このようなことがないようお願い申し上げます。本当に亮太くんをレンタルすることができなくなってしまった。亮太くんのために頑張ったのに、仕事の他にも寝ずにバイトして、ご飯も食べないで節約して、全部のお金を亮太くんのためだけに使ったのに、もう本当に会えないの？そんなの耐えられないよ。そうだ、いいこと思いついた。さて、次のデートの予約はいつだったかな。ん？なんだ？気のせいか。亮太くん相変わらず人気だな。でも一番近くにいるのは私だからね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。